はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サクセススペシャル、今回は、前回のガチャで手に入れた暗黒スバルですね、こちらを入れて、サクセスをやっていきたいと思います。で、今回は SG 高校で、やっていきます。まあ、波動高校ね、限定ルートが出てるんですけれども、まあ、暗黒スバル波動高校では入れられないので、今回は SG で、入れてます。で、変化球キャラが神高と、スバルで、急速に、アフロ怒りで、コントロールが熱森で、スタミナに沢村で、マネージャーがせっちゃんですね。前に後4になるかな。そうするとこの2人が前キャラで、あとが、この4人なんで、 SG はねどうしてもちょっとイベントの空き数が少ないので、全部消化できるかっていうところが、まあ、1つポイントになりますね。で、どうしてもね投手をね作るときってレンジャーがね多くなっちゃうんで、今回その沢村をね、ガードとして入れてますというところですね。じゃあやっていきましょう。いきなりコツが来てますね。しかも変化球いいね。あ、さすがアフロ怒りコツが来てるね。神高も一緒にいたし、出だしは悪くない。ここでリリースが来なければ OK。 アフロ怒りの場合はリリースはね、吊るしておきたいんで。で、沢村が変幻自在なんですけど、ちょっとね変幻自在はどうだろうな、取れないかな。葵ちゃんをね入れてるんですけど、いつも沢村入れるときは葵ちゃんがね、どうしても俺巫女葵しか持ってないんでね、そこがやっぱり微妙ですよね。沢村でいきますか。ここもね結構いいんだけど、まあ、やっぱりコツを優先して取っていきましょう。ガードレベルも上げていきたいんで。あ、リリース来たか。まあいいや、リリースはもうこれで潰しちゃいましょう。ちょっと沢村はね怪我しにくさをくれるんで、まあそれもね微妙なところではありますよね。あとねコントロールキャラがねどうしてもねまだ熱森しかいないんですよね。コントロールキャラも一人なんか強いキャラクターがいればいいんですけれども、リリースを潰して、コツがだいぶ来てるな。 17% か。どうしようかな、せっかくだからやっちゃおうか。よし、レンジャーがどんどん上がっていくな。そしてこいつは筋力ポイントばっかりだな。で、アフロイタリーのオリジナルストレートソニックライジングですね、これは切ります。まあダークネビュラ狙いでいくんで、まあね、どうせガラスのハートをねよこしてくると思うんですけど、まあ、せっかくね暗黒スバルを使うんで、まあ、ただ暗黒スバルはねダークネビュラを諦めれば金徳のね内無双が手に入るんで、まあ、そっちを取りに行くのもありですよね。で、例によってミッションについては、サクッといきます。はい、OK ですね。まあ、ここでやる気が上がってくれるのも助かると。これコツめっちゃ来てんな。さすが怒りだな。でもちょっとこれはせっちゃんを狙っていきましょう。スバル、神高、沢村がいるんで。まあまず第一の目標はせっちゃんをクリスマス前に彼女にすると。ここがかなり大きなポイントになるんで。お守り持ってきてねクリスマスに間に合わないっていうのはかなりショックですからね。どうしようかな。神高フォークのコツをね潰しておきたい気がするんですよね。下の変化球でフォーク以外を取ると、フォークのコツが潰れるんだけど、そうか、ダークネビュラが下だからここはしょうがない。行きましょう神高。そうか、それを考えると神高と暗黒スバル、あ、フォークじゃねえわこいつスライダーだった。フォークはあっちか、アンヌか。あ、これはねちょっとねもうそのまま逃げ玉を取ります。逃げ玉を取ってそのまま逃げ玉を潰します。
って何気に結構ね、体力も回復するんで、それも悪くないっすね。逃げ玉取れるかな？あ、取れるね。よし。まあ、コツ2なんで、コツ2で潰しちゃいましょう。ここもなかなかいいけどな。せっちゃんかどうしようかな。まあ、いいか。一回変化球を挟んで、体力が全開なんでね。ってことは、スライダーを覚えていきますか。で、下はダークネビュラでしょ？どうせ取れないけど。せっちゃんこっちか。どうしようかな。9月の4週。早めに投げておきたいんだけどな。ちょっとせっちゃんに行きますか。メンタルで。ま、やる気もちょうど絶好調じゃなかったし。これは進めていきますか、沢村。あ、神高。これはまあ1回で終わるやつですね。まあノリノリで芝居をしましょう。よし、打たれ強さで、結構重なってるね。スタミナ、スタミナは上げられるところまで上げておきますか。これでいいかな。スタミナ低いな、初期値。っていうかね、コントロールをアピールポイントにしたんですけど、コントロール F なんですよね。だから初期能力としてはまあ結構しょぼいところはありますけども、まあアイテムをね持ち込んじゃってるんで、まあ、やめられないっていうところはあるんですけど、せっちゃんがいねえな。ここは沢村のガードレベルを上げていこう。どうしてもね、投手はガード不足になるんで。これはどうしようかな。解説役でいきますか。解説役が確か奪三振だったんで、まあ神高と被っているところはあるんですけど、そこはしょうがないですね。で、精神に沢村かいるね。まあ、やっとこう。で、せっちゃんはもう大丈夫かな。お、来たね、告白。いいタイミングできた。体力もいい具合に減ってるんで、で、せっちゃんは何回か評価を上げていかないと、お正月がね一人ぼっちになっちゃうんで、これは急速でいきましょう。沢村のガードレベルがいい感じに上がってるな。お、これはタックが、あー、沢村早いな。スタミナはどんどん上がっていくんで、 E で止めておきますか。あとはもう沢村に任せましょう、スタミナは。おー、怒りと一緒に入ると36入るんだ。お、クロスファイヤーですね。クロスファイヤーも掴んでおいて、でライジングキャノンはね、体力減らないでこれだけ経験点もらえるんで、まあ悪くないとは思うんですよね。アフロイカリはね、40まで上げられれば結構ね、いいキャラだと思うんですよね。14% か、微妙だな。無理をする必要はないんで、ここはデートに行きましょう。せっちゃんの評価はちょっと上げておきたいんで、SG はね、何気にね、結構ね、デートがね、きつくなるんですよね。あんまりね、体力減ってないことが多いんで。ミッションが来てんな。格闘試験、クイックか。なかなかレアなものがあるね。クイック欲しいといえば欲しいけど、タッグを見てみましょう。せっちゃん、神高か。あー、スバルか。これ悩むね。悩むけど、あー、スバル。コントロールのコツもね、掴んでおきたいから。頼むぞ。暗黒の力。伸びか。OKOKOK。伸びは5で掴みましょう。結構重いんで。で、まあ2回目の定期試験も、これはサクサクサクっとやっちゃいます。
よし、 OK ですね。で、そうそうそう、投手をねやるときは、まあ、タイミングにもよるんですけど、主人公のね役割ね変えてもいいと思うんですよ。で、ただあんまり早く変えちゃうと結局またねレンジャーに戻っちゃうっていう。これ51あるけどどうなの、変えてみる、練習次第だな。あ、クイック欲しいって言ってたんだよな。そうそうそう、クイック欲しくて、で練習にはいいのがないから、練習にいいのがないから、クイックを取ろう。まずはまずはクイックを取ろう。バウンサーが1人必要無理だ取りたかったけどバウンサーレベル20なんていないよね。いないから、いないから役割変更してみようか。で、ガードになりたいんだけど、ガードに専念と。あ、レベル20か。ガード以外のレベルは1になった。あ、これ相当の他のものがアップしないと追いつかないね。だってもう56レベルでしょ、ガード。お、いいね、変化球。ダブルタック、なかなかいい感じだな。そして神高のコツ持って、レンジャー上がるね。でもどん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 、よし、低めを掴んだので低めも3で潰しちゃいましょう。急がば回れで続けていきます。これはで、調子の波に関してはどうしようかな。切り上げて体力を回復しておきましょう。で、忘れないうちに低めはもう掴んじゃいます。低めをもらって、で、スバル、スバルもねなんだかんだで結構ねコツをねくれないんですよ。ほらスバルからコントロールのコツをね手に入れるのがねなかなか大変なんですよね。あ、だいぶちょっと体力が余ってるな、クリスマス前なんで。これは変化球を上げていきましょう。いや、でもなんだかんだでレンジャーレベル追いつきそうだな。よし、これで、クリスマスのイベントは OK ですね。いや、やっぱりねこれあるとないとでねだいぶ違いますからね、経験点が。で、熱森がこっち来てるんで、スタミナ練習が結構多いな。で、これで、沢村の金属が終わりましたね。やってみよう。で、変幻自在を掴んだんですけど、骸骨がね、掴めないんで。で、初詣、ここはね、大吉をお願いしたいんだけど。大吉、大吉、大吉。大凶なんか、せっちゃん、大凶多いな。まあね、あの、ヒカミンよりはね、大凶のリスクは少ないんですけど。で、ここはちょっと体力がないんで、まずはミッションを見て、牽制があるけど、これもあれか、バウンサーが必要か。ここはまあデートに行きましょう。これで2回目ですね。これってやる気回復するかな。せっちゃんのデートはね結構やる気が回復するイメージがあるんだけど、うん、回復するね。いいね、いいね。あれ、これ沢村のイベント完全に終わったそう、チームメイト評価が上がるっていうのもねかなり美味しいっすよね。まあ、集まりもね悪くはないっちゃ悪くはないんですけどね、イベント的に。ただまあ協力キャラかって言われるとちょっと微妙なところがあるんで、筋力系が2人揃ってるんでなかなかもらえますね。
って1月の4週でしょ。おっと、体力を持ってかれたか。ね、技術がね足んなくなるんですよね。コントロール練習でいきましょう。で次がねバレンタインなんでね、本当はね練習をしたいんだけど、この体力量だとちょっときついかな。あ、これ回復しちゃおうかないやでも調子安定もこれか。よし、調子安定取って回復して OK。 変化球が来てるから変化球をどんどん上げていこう。てか神高のイベント全然来てねえな。あとスバルのイベントも来てないね。前入れがあんまり進んでないな。とりあえず上げられるもんを上げていきますか。変化球、スライダーせっかくあるんでスライダーは上げていこう。どうしようかな、コツつかんだから7まで上げちゃおうかな。いやきついかな、3球種先発は欲しいからな。いや7まで上げちゃおう。いつも同じようなキャラだとあれだからね。ミッションを見て、これはどうしよう。特にないな、特にないな本当に。沢村の評価を上げていくか。臨床もある程度は欲しいんで。あ、これは体力が回復できますね。このイベントもねなかなかいいっすよね。で、3回目の定期試験ですね。まあこれでいきましょう。まあもう定期ミッションはね特に難なくクリアできるんで、あとは上級ミッションですね。この編成はきついんだよねやっぱり。コントロールなかなかいいけど、沢村のコツもクロスファイヤーか、クロスファイヤーを潰しておきましょう。クロスファイヤー結構重いな。あー大丈夫か。でも技術をそこそこ使うのか。ガードはねやっぱりミッションで重要なんで。よしよしよし。でこれは距離を伸ばして、もう次はちょっとデートして体力を回復させましょう。まあ、よっぽどいいミッションがない限りはデートをしていきますと。一応まあただミッションは見て、うん、ちょっとなんもないっすね。これで3回目ですね。いや回復量がやっぱすごいね。これで変化球ポイントももらえるし。コツを狙うか変化球に行くか。んー、どうしようかな。神高か。神高はね奪三振持ってるからね、ちょっと掴んでおきたい。ありがとう。いやほんと神高いいよ、マジ欲しいこいつ。これは体力を回復させておこう。まあ、別にね怒りの評価は5下がったところで大したあれはないんで。お、幻の1球、これ1回目ですね。まあ間に合うかな。アフロ怒りが来てるか。これはコツの方でいきましょう。よし、タイピン、タイピンも結構重いんでコツは5まで上げたいですね。でコントロールでスバルが来て、これはなかなかいいな。レンジャーレベル大丈夫か。そろそろガードレベルを越しそうな気がするんだけど。あー、もうせっちゃん評価はマックスですね。お守りあるとめっちゃ早いなやっぱり。おお、
体力を持ってかれた。ミッションを見て、要所か。結構珍しいのがあるね。でもね、バウンサーがいないからね、バウンサーいないのはきついんだよな。まあ、デートをして体力を回復させておきましょう。で、これが4回目なんで、精神をもらっておくと。あー、次あれだ、合宿だ。ちょっとタイミングが良くなかったな。ミッションがなんかあるね。あ、ジャイロボールとか珍しいな。あー、犬木バーホンか。用心警護5ってね、それなりに難しいんですよね。スバルが39レビューだから神高に変えて、ガード2のレンジャー2か。ちょっと怖いけど練習を見て、あ、これもいっちゃいいんだよね。練習を見てどうしようかな。合宿前だからな。ジャイロボールを取りに行きましょう。クリアできる自信はないな。これはもうこのままレンジャーでつけるでしょ。でガードは多分沢村一人で突破できるでしょう。さすがに55レベルあるんで。よし、あとはね、クマ対策だよな。これは、あ、でも主人公だけでいけたか。あ、来たね、クマ。クマがほんとやだ。あ、これちょっとガードも出そう。いやー、めんどくさい、これは。で、上を投入して、金塊欲しいでしょ。で、これは、狼はこいつで突破して、まだいるのか。大丈夫？怖い怖い怖い。クマがやばい、クマが。よし、オッケー。おい、ちょっと待って、これはサボり癖は待って。あー、危ない危ない危ない。最悪の事態は免れた。やる気が、あのイベントがね一番怖いっすよね。タッグが来ないな。合宿でタッグが来ないのはちょっと困るんだよね。最近これで5。そう、ここでね SG キャラがねいるとだいぶ違うんですけど。うお、精神下がった。犬木とかやっぱり欲しいっすよね。これはどうしよっかな。筋力系が2人揃ってるんで、こっちに行きましょう。やる気を上げたい、やる気を。パクッとパクッと。うえー、まずい。これはもうメンタルしかないな。微妙な合宿になったな。まだ最後のワンチャン。これは大声で追い払って、よし。おお、何にもなかった。マジ微妙な合宿になったな。とりあえずせっちゃんと練習していきましょう。体力の減りが少ないんで。で、変化球スライダーはダメか。コントロールに沢村がいるけど、 32% はさすがにきついんで、せっちゃんとのラストデートですね。スバルのイベント消化率がちょっと悪いね。キルとかもね取れないからね。編成的にはあんまりよろしくないですよね、これコツの。沢村でいきましょう。で、怪我しにくさと。うわ、みんなの人気者の方か。これスバル完走できない恐れがあるな。ここで怒りか。ちょっと待ってね、ミッションを見よう、ミッションを。
ここから上級ミッションが出るんで、もう要人警護7とかね、絶対無理だな。まあ、ここは普通にタックとコツがあるんで、こっちで行きましょう。スカウト。スカウト評価全然上がってない気がするな、そういえば。で、重い球も来ましたんで、掴みましょう。で、最後の定期ミッションですね。最後のね、定期ミッションもね、バンサーがいないとね、結構ね、辛かったりするんですよね。いや、終盤ちょっと焦ったところがあったけど、まあやっぱりね、打者の方が役割的にね安定するんで、まあ、SG はね、まあ、強いっちゃ強いんですけど、この役割をね考えてデッキを組まないといけないっていうところが難しいっすよね。体力が微妙だな。ミッションを見ましょう。あ、伸び、あれ伸びってでももう伸び5だった気がするんだけど、ゴーストバスターでもな、やっときたいよな。伸び5、ゴーストバスターかー、ちょっと苦手なんだよねゴーストバスター。まあせっかくなんで行きましょうゴーストバスター。編成はこれでいいかな。あ、見たか。うーん、スバル、スバルのレベルが低いな。よし、じゃあゴーストバスター行きます。レンジャーがね、2人いるんで、なんとかなるかな。これは多分沢村は突破されるんで、おい、こいつらほんと早いよな。近海はちょっと無視するか怖いんで。やばい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 、ちょっと待ってちょっと待って、こっちのこっち、危ない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 、今マジ危なかった。でピエロピエロピエロ、あ、ちょっと待ってちょっと待って、これここ、これこっち、ブルドックがマジやばいな。こうもね、ブルドックほんとやだ。もう大丈夫かな。いやー、危なかった危なかった、ほんと危なかった。形上はもうこれ絶対無理だな。ガードが足りない、どう考えても。竜の卵がいけるかどうかなんだよな。あれ、これなんだっけ、ちょっと神高ね、あんまり使わないんでイベントが分かんないんですよね。ちょっと神高のイベントを確認しましょう。ドクター K はね、やっぱり欲しいんで、金徳ですね。ん、これどっちだ。てか神高4回あるのか。俺の考えた練習でいいのかな。なんかちょっと分岐がよくわかんない、複雑だな。まあ、体力はちょっと持ってかれるけど、タック練習が来てんな。 29% すげえいいなこれすげえいいけど、怪我はしたくないしな。どうしようかな。とりあえず変化球を2球目を掴んでおこう。スライダーもちょっと7まで掴めないなこれ。カーブにしよう。やろうこれ。うわー、怪我したまあそりゃそうだよね。え、よくない結果かよ、しかもやっちまったー。これだからほんと困るんだよ。メンタルに神高がいるんで、これで奪三振が5ですね。次遊びに行こう。やる気が少なすぎる。よし、一応マックスまで回復したけど、
7月に入ったんでちょっとミッションを確認しましょう。用心警護6でリリースはいらないでしょう。根性もいらないでしょう。竜の卵ありますね。竜の卵やるか。ただちょっとタックがあるんでタックを見て、変化球が足りてないな。コントロールはね、スバルのコントロールのコツをつかむまでちょっと置いておきたいので、球速を140くらいまで上がるかな。上がるか。142とかにしとくか。まあ適当だけど。てかスバル、ダークネビュラが完走できないなこれ。じゃあとりあえず筋力を上げておくか。変化球が微妙な感じだな。で、まあ、これはねちょっとさすがに負けたくないんで打ってきます。全員操作のちゃっかりと。まあ、あとは主人公がね炎上しなければなんとかなるんで。お待たせいたしました。森川はね結構能力が高いのが助かりますよね。チャンスまで持ってるし、パワーねやっぱね B やるとね全然違うっていうかめっちゃ打たれてんじゃねえかよ。自分の手で点を稼ぎ出さなければ。恩田くん、恩田くんもなんか悪くねえな。パワー C あるからな。よしよしよし。もう1回戦負けとかねほんと最悪なんで。パワー少な。犬気に変わってるし。いや犬気欲しいな、コントロールキャラ。まあここのねポイントはもうしょうがないっすよ。そうか、つむりのイベントも全然進んでなかったんだな。こっちでドクター系、おかなり掴んだね。あー練習にいいのがないんでこれは竜の卵をやりましょう。で竜の卵はもう最悪カラスを使います。果たし状はねもう絶対できないんで。こっちでしょ。こいつは1体で大丈夫なはずなんだよ。で突破されるかな。大丈夫かな。突破されるよねやっぱり。いけっかな。この変なピエロみたいなのが本当に鬱陶しいんで。一旦落ち着くんだっけ。でクマがいっぱい出てくるんだっけ。なんか忘れちゃったな。レンジャーをねやっぱ一人ね取っときたいんで、こいつらが来るんで。ほら来た。これとマジわからん。いやもう使おう。もう完全に安全思考で。よし、オッケーオッケーオッケー。まあね、カラスを使えばね全然クリアできるんですけど、まあ、通常ねカラスは果たし状で使いたいんで。練習で変化球がな全く来ないな。そしてダークネビュラのイベントも全く進んでないな。これは完走できないな。え、前でそんな重かったか。熱森って前だったっけ。後行きだったと思うんだけどな。できれば前にで攻めたいんだけど、カーブを取っておこう。コントロールのな、こっちもな、ないしな。タイピンは5あるんで、伸びも掴んで、打球反応、いつの間にか5になってるし。で変幻自在と、脅威の切れ味が取れないんですよね。この編成だと。ドクター K は置いとくけど、奪三振はあるんで。で、ジャイロももう1で掴んじゃおう。よし、こっち行こう。
いや、打たれんなよ、全く。さっきは2点も入れられて。甲子園まで。おお、早速1点入れられてるよ。セキュリ本ティ田ガー君ド、はね、同結構点使えのるチんャだンよ。スです。ノーアウトしかランもナー、シンカー一はね、塁無という場面で、本田。セキュリティーガード、最低でも外野フおライを欲お、斎しい藤君はシュートか。投げた。よし、出して。いやー、本田君使えるね。イエー、また2点入れられてるよ。もう何なの、お、富田君もすげえパワーある。ちょっと待って、振り遅れた。宮田、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。よし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 、いいね。お、意外に今回パワーある一般人がいっぱいいる。福山宮もパワー C あるんで悪くないっすね。内角高め、外れてボール、大きく外れました。カウントワンボール。これはボール。おお、入ってきたか、際どい。ボールだと思ったんだけどな。ボール、カウントは2ボール2ストライク。さあ、時は5球目。よし、これもいったね。いやー、危なかったな。絶対失点するな、この主人公。まあやっぱりね、試合は最後まで行きたいっすよね。甲子園出場で、いや、重い、イベントが重い、全然消化できないわ。ここで変化球が来てもな、寝るしかない。いや、せっかくスバル入れたんだけどな、スバルのイベントが消化できなかったっすね。スタミナかイカリかって言われたらどうしようかな。スタミナ今いくつ？あー、でも C になってないんだ。じゃあちょっとこれは沢村に頼ろう。7とかめっちゃわかるよな。赤壁かマチェットの方が良かったな。球速145とかいく？あ、いくね。まあちょっと筋力はでも置いておこう。精神がめっちゃ余ってんな。てか変化球がほんと微妙だな。神高とスバル入れてこれしか伸びないのか。もうちょっとな、行ってもらいたいんだけどな。折り返のイベントが起きなかったのがちょっと痛いな。っていうかさ、こいつ絶対一回で一定じゃれるよね。何なの？うーん、パワーがないか。矢部君のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面。矢部君がチャンス三個っていうのがね。セキュリティーガード一点リードに。森下君、やる気が絶不調だ。パワー C あるのにもったいないな。第2球、何をそんなやる気がないんだ、甲子園まで来て。第3球を投げた。君のやる気をそぐ原因は何だ。掴みました。ツーアウトランナー二塁に変わります。桜宮は絶好調。桜宮、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました。あー、しまったしまった、ちょっと振り遅れた。うーん、まあしょうがない。よほ、失点が。森下君、やる気のない森下君、超際どいんだけど。森下、今日はファーストゴロと。やる気など関係ないっけ。あ、フェアになった。森下、ここで桜宮で一発打つと。打ちました。初球打ち。よし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 。セキュリティーガード2点入りました。森川、いいね。投げました。詰まったか。取りました。三塁ランナーはタッチアップ。ツーアウトランナー一塁三塁に変わります。バッターの足元。五番ででもこの能力か。第二球投げました。これいいね。打ちました。いい当たり。ヒット。セキュリティーガード。点は取れる時に取っておきたい。皆川君、あれ、なんだ、パワーヒッターか広角打法を持ってるな、こいつ。投げました。打った当たりだ。広角打法かな。弾道的にあんまり伸びはなかったけど。という場面で川北、今日は三振と。川北もパワーあるね。あ、しまった、スプリットだった。おい、怖い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 、なんで4失点もしてんのかよ。いやー、やっぱ投手だとね、この試合での経験点がなかなか伸びないよねっていうか。変化球マジ来ないな、どうしようかな。これスカウト評価もあんまよろしくないからな。ここはちょっとコントロール練習をして、最後に変化球練習をする。体力が微妙だな。 0% ではないね。てかまずここをね、勝ち上がらないといけないんだけど。そもそも打たれ強さとか精神いっぱいあるし取っちゃおう。もう
あとはドクター K も取ろう。こんなもんか。スタミナ C か。こっち中継ぎにしよっかな。じゃあ先発はね、やっぱりスタミナ A は欲しいですからね。お待たせいたしました。お、今回はなかなか、おお、結局3対2から逆転されてんじゃねえかよ。ノーアウトランナー、自分の手でね点を取らないといけないっていうのが、おピッチャーとかねやってられないですよね。あ、しまった、打ち上げちゃった。走ったね。打球を確認して三塁へ向かう。坂上ランナー一人を置いて迎えるバッターは桜宮。今日二打点、初球引っ張ったヒット。セキュリティガードをさらに1点追加。で森川と、ここの打線なかなかいいな。投げた、危ない球。さあ次の投球、スリアはね、ちょっとね、スプリットが多いんで、あんまり好きじゃないんですよね。合わせづらい、本当にスプリットは。あれアフロ怒りが投げてるし。よく帽子かぶれるよな、あの頭で。いや、これ3球種は取れないな。最後、最後の最後に 23% か。怪我すんなよ。よし、最後に変化球ポイントを伸ばしたな。もうちょっとね変化球を上げたかったんだけど、まあここもチャンスで打撃をやっていきましょう。で最後なんで上げられるものを上げていくと、カーブ3、取れるものとすれば、コントロールがどこまで上がるかだな。 C 行かないか。とりあえず D で止めとこう。で球速を145、球速もう少し早めにしたいんだよね。精神だだあまりだな、これ。回復とか取ってみようか。パワチャレで回復があるとやっぱり違うのかな。根性はもう直取りしよう。あと、あ、勝ち運取っときたい。緊急登板とかいいんじゃない。緊急登板取っとこう。よし、これでいいや。もうこいつは中継ぎにします。まあ自分の投手ね、中継ぎと抑え全然作ってないんで、どうしてもねやっぱり、ね、沢村を入れるとスタミナがねどんどん上がっていくんで、先発向きになっちゃうんですよね。セキュリティガード先制のチャンスを迎えました。本田君はもうマジいいよ、これ。マジいいよとか言って全然ダメだし。2塁アウト。お、頑張って抑えてるね。あ、また本田君だ。ノーアウトランナー1塁3塁という場面で、ボールでしょ。セキュリティガード最低でも外野フライが欲しい局面です。これはボールだね。第3球を投げた。いいね、さすがだよ本田君。これでゲームが動き始めました。森下君、やる気がないね。やる気が。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げた、外れた。ボール。アーサーの、ね、時にね打っておきたいんで、その全力ストレートはちょっと無理。第4球を投げました。打ちました。いい当たり。超えるか。おー、ギリギリ超えた。セキュリティガードをさらに1点追加。稲川君はちょっと見通しでこう。あ、しまったしまったしまった。これゲッツーになる。危ない危ない危ない。俺しょぼいなこれ。初球フォークボール空振り。キレのある変化球。第2球投げました。ボール。1球外します。第3球を投げました。ボール。カウントは2ボール1ストライク。投げました。打った当たりがヒットになります。打球が転がっている。手で点を取る。セキュリティガード、この回4点目、4対0。こいつなぜか、なぜかあるやつだ。パワーヒッターか広角打法どっちだこれ。第2球打った、宇宙からへのフライ取りました。2アウトランナー2塁に変わります。バッターはトップに帰って、やべ、ここまで2打席で打ちました。あれボール球だったの。さあ4点抑えろよ。てかほんと怖えな。セキュリティガード追加点のチャンスです。ノーアウトランナー1塁3塁という場面で森川。またアーサー投げてるか。でも第2球投げた、引っ張った。今のもボール球だったな多分。セキュリティガード1点入りました。
無理くり持ってったけど、そろそろアーサーも降板しそうだな。さあ次の投球、もうランスになるとね、本当打てないから、これで降板だな。もうまだ投げるか。ノーアウトランナー二塁となりまして、森下初球打てた。めった打ちだよ、めった打ち。セキュリティガードさらに1点追加。8対2。投げた初球打ちました、掴みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。代打、てかさ、ゼフ長のやつを代打に出すな。こんなやる気のないやつを代打に出すなんて。さあ次の投球、見送ってなんでこいつは本当こんなやる気がないんだ。俺代打っすかみたいな。打ちました、ファースト正面、岸田一塁。あー来たね、ランス。もうランスはマジやだ。今日はここまで3打数ノーヒット。あー、ストレートか。内角高め、伸びのあるストレート。投げた、ボール。バッターよく見ました。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。入ってくんな。打った、1、2塁間のゴロ、アウト。まあでもこれだけの点差があればさすがに大丈夫でしょう。よしよしよし。いや甲子園はね、優勝したけどね、いかんせん変化球が微妙だったな。イエーイと。あとドラフトないんだ。3位か。甲子園優勝したのに3位か。中継ぎにしましょう。こいつはスライダー7にできるかな。エピローグ経験点で。いやー本当にね、スバルがね働いてくれなかったよ今回。経験点5000か。まあ悪くはないけどね、悪くはないんだけど、変化球どうしようかな。173か。カーブ168だもんね。スライダーを7にしよう。であとはもうここら辺の金とかはもう取れないよね、さすがに。対強打者取るでしょ。技術か。技術足りねえな。じゃあそうするとやっぱり球速を上げていくか。150キロにはなったな。で精神がめっちゃ余ってるな。めっちゃ余ってる。投手を取るでしょ。まあこんなもんか。というところで、まあ一応 S ランクの投手はできましたけれども、もう少しねちょっと変化球働いてもらいたかったな、スバルに、というところがちょっと課題ですね。であとはやっぱりね、その SG で組むときって結局ね役割も気にしないといけないんで、まあそこら辺ですね、まだまだ課題は多いですけれども、逆に伸びしろはあるというところで、まあ今回とりあえずまあ S ランク投手はできました。まあそんな感じで今回は終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。